全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回はウェットティッシュ、これがキャンプにとってめちゃくちゃ大切なんだよというお話をしますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、すでにですね、キャンプにウェットティッシュ持って行ってる人大多数だと思うんですけど、これからキャンプ行く人とかキャンプ始めたての人はこのウェットティッシュが必要ということを知らない人もいるかもしれないので、今回はこのような動画出してるんですけど、キャンプ場に行くと、いろんなキャンプ場はありますけど、洗い場がついてるところってありますよね。そこでシラカップとかクッカー洗うと思うんですけど、洗い場を行ったり来たりするのって結構大変ですよね。で、例えばシラカップで何か食べて、で次他の料理を食べるとき、まあ、味が混ざっちゃいますよね。あとは例えば、まあ、マグカップで、例えばコーヒー飲んでミルク入れ、その後同じマグカップでミルク一回入れたマグカップで、なんかあんまりコーラとかお酒とか飲みたくないじゃないですか。そんな時ですね、毎回毎回洗い場行かなくてもウェットティッシュで拭うとこれ楽なんですよ。で、クッカーとかだとね、焦げついたりとかして、あまりにも頑固な汚れで体合わせが必要なものもあるんですけど、ちょっとした汚れはウェットティッシュで十分です。またこのウェットティッシュでこうふきふきするのはキャンプを楽しみながら話しながらできるので、こうみんなの輪から離脱しなくて済むんですよね。そしてウェットティッシュで綺麗にしておけば帰ってから水洗いすればいいので、わざわざキャンプ場で洗い場を使わなくても済みます。なので帰るギリギリまでみんなと楽しくキャンプができます。また炭ってトングで掴むと思うんですけど、うっかり手で触ってしまって手が真っ黒みたいな、そんな時ウェットティッシュなんですね。で、あと夏暑いなと汗をかいてしまった時、これもウェットティッシュ。あとこのウェットティッシュをですね、もう除菌浸透にすることによって、この除菌って書いてますね、これ除菌もできてなおいいんですよね。ちなみにウェットティッシュどんなものがいいかというと、ちょっとね、わかるかな、わからないですかね、厚いものがいいんですよ。やっぱ破れにくいものがいいです。で、100均にも売ってますので、常に1、2袋ぐらい持っておくと良いです。あと、こういうアルコールを含んだ除菌シートと、火起こしの時にも役立ちます。濡れている分、なかなかこう燃え尽きにくいので、しばらく燃えてくれるのでいいです。皆さんもウェットティッシュを使ってキャンプを楽しみましょう。では、今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。